グリエ、ポアレ。ラーメンとかってないですよね。ラーメンでございますか。少々お待ちください。シェフと相談してきますので。わあ、いいです、カワハギの方で。かしこまりました。では前菜とデザートをお選びください。いいですか。 M&A の基本としまして、秘密保持、リット、基本合意書。こちらは前回説明いたしましたね。次は、デューデリジェンス、最終合意書、クロージングです。まず、デューデリジェンスですが、これは、M&A を行う際に、対象会社について、法務、財務、事業、労務などを調べ、対象会社の実態を調べ上げることです。M&A? 秘密保持？リット？基本合意書？苦労してるみたいだね、あの編入生。私もここに入学して驚いた。途中から入るとすごく大変だと思う。ん？シュリ君は一体何に驚いたの？ああ、なるほどな。確かに外とは全然違う。一種の異世界みたいなもんだしな。知ってるっていうか、俺はここに進学するまでは普通の一般的な学校に通ってたからな。そうなの？親が下手に家の権力にしがみつくような人間にしたくなかったらしい。それに、俺の家は飲料水メーカーだろ？顧客は最終的に世間一般の人間なわけだからな。一般的な知識と価値観を植え付けときたかったんじゃねえの？でも、どうしてここに進学したの？お嬢がここに進学するって言うからな。お嬢が赴くなら、たとえ火の中水の中、この長曽根小鉄はどこまでもついていきやっす。別についてこなくていいから。お嬢！まあそれはともかく、あの編入生を励ましてあげますか。あのまま放置するのもかわいそうだしね。国広さん？あ、はい。もしよろしければ、私たちとお話ししませんか？お話ですか？お友達になりたかったんですが、ご迷惑でしたか？いえいえ、そんな、ご一緒させてもらいます。よかった。それでは、カフェの方に参りましょう。もっと、先に声をかけられちゃったよ。
そりゃそうだ。そんじゃ、授業も終わったことだし、私は帰ろうかな。俺らも帰りますか、お嬢。そうだな。特に用もないし、そろそろ帰ろうか。金本くんは？そうはさせません！金本さんから聞きました。検査結果は問題がなかったそうですわね。でしたら、先週の約束を果たしてください！まさか、忘れたのですか？約束したのに。ええ、そうです。約束いたしましたわよね。ちゃんと教えてくれると。土曜日と日曜日にしっかり勉強しましたから、ぜひとも付き合ってほしいのです。問題ありません。金本さんにはここに来る前に確認をしておきました。そこで断られるようでしたら、ここには来ていません。待っているので、終わったら連絡をするように、とのことづけを預かっています。それでは、構いませんね。では、よろしくお願いしますわね。当然でしょ？さ、始めましょうか。これをお願いします。金本くんに言われた通り、詰将棋の本を買ったのですが、やっぱり少々難しくて。こういうことは形式が重要なのです。ですから、将棋盤は必要ですわ。さあ、まずはこのページのこの問題です。しょうがないじゃありませんか！わからないものはわからないんですから！どうせ私は奪った駒を使えることも知らない初心者ですわよ！本当ですか？それならば、いいのですが。ここのページなのですけど、よくわからなくて。でも、そんなところに刺したら、せっかくの金が取られてしまいますわ。なるほど。肉を切らせて骨を断つわけですね。待ってください。自分から取らせるという考え方さえわかれば大丈夫です。次の問題は自分で解いてみせますわ。私はやっぱり、
ラボエームが一番好きですわ。いいですね。特に曲が素晴らしいですよね。国広さんの好きなオペラは何ですか？え？僕は、その、オペラ座の怪人？オペラ座の怪人ですか？あれも素敵な舞台ですわね。ええ、そうですね。何ですか？絵って！もしかして見ていませんでしたの？私を目の前にしておきながら他のことに意識を奪われるだなんて！手順がちゃんと合っているか確認してください。お帰りなさいませ。ただいま。ただいま戻りました。いえ、正宗様との付き合いならば仕方ありません。今後とも無下にはしないようにお願いいたします。ですが、毎日の仕事と勉強をこなしていただくのは変わりませんよ。それでは、本日は経済学について勉強しましょうか。月山さんは夕食の準備をお願いいたします。はい。では、行きましょうか。先輩って優しいくせにデリカシーがないです。なんていうか残念な感じ。当然冗談でも傷つくことはあるんですから、ちゃんとそこは考えてください。ええ、ありますよ。全然ありますよ。先輩が昨日言った通り、楽しい土産話がわんさかです。潜入したところはみんないい人たちで、楽しい話ばっかりでした。もちろん、カフェで美味しいものを一緒に食べたりしたんですから。勉強はちょっと難しいですけど、楽しくやっていけそう。あれ、先輩？当然じゃないですか。先輩に楽しい楽しい土産話を聞かせるのに、暗い理由がないです。おにゃ、先輩の方こそなんだか暗くない？ブー、しっけ、しっけですよ。別に僕はちびっこくなんてないもん。それにこんなに可愛い僕がいじめられるわけないじゃないですか。
う、先輩みたいなひねくれててデリカシーのないタイプですね。でも平気です。編入先にはそんなひねくれた人はいませんから。先輩と違ってデリカシーのある優しい笑みを浮かべる男の子でした。それより今度はそっちの様子を教えてほしいな。つまんない。そうですか？廃部になりそうな部活がコンクールで勝負したり、突然段ボールで女の人が送られてくるとか。お粗末様でした。はい、何ですか？はい、残念ながらやっぱり私には許可はできません。今日もあかり様の下着を拝見しに行きたいという男の方の気持ちは理解しているつもりです。でも寝起きにつけ込んで女性の下着を見たいだなんて、そのような行為を認めることは。どうしてもっておっしゃるなら、私の下着で我慢していただけませんか？そうですね。そういうことでしたら
丈夫だと思います。それじゃあよろしくお願いしますね。あ、目覚めの紅茶は用意していってください。それより早く部屋を出てくれる？着替えたいから。そこにいるの？もう入っていいわよ。着替え終わったから。まだ痛い。ヒリヒリする。それはいいわ。昨日のことに比べたら大した問題じゃないから。その前に制服をちゃんと着ていかないと千秋に怒られるから。そう、だからちゃんとしないといけないんだけれど。だからそのネクタイどうやって締めるの？だからネクタイをどうやって締めるのかって。うるさい。いいから早く教えてよ。いつもはそのセナがやってくれるから気づいたら閉められてる。何よその目は。いいから早く教えてってば。いいわよ、教えてくれれば自分でやるから。
の分かったわよ。子供みたいだとか思ってるんでしょう。だったら何を考えたの？子供扱いしてるのと変わらないじゃない！早く下に降りましょう。それ禁止！この家の中でシュリのふりをするの禁止だからね。-x の二乗分の1となるわけですね。あ、チャイムも鳴りましたし、キリがいいのでここで終了しましょうか。では皆さん、しっかり昼食をとって午後の授業も頑張ってくださいね。ねえ、お昼を一緒に食べない？あ、いえ、大丈夫です。今日はちょっと食欲なくて。そうなの？保健室に行った方がいいんじゃない？あ、場所わかんないなら案内しようか？大丈夫ですから、気にしないで。それじゃあ僕はこれで！どうかした？お昼食べに行かないの？なになに？今度はあの子に恋したか？恋多き男だね、シュリ君って。多少は気遅れしてるんだと思うけど、あの調子だし、いわゆる普通の子なんだろうね。本来ならこの学院とは関わりのないような。さあ、家庭の事情ってなると再婚とか？電機メーカーを主体としてるあの元重グループ？元重グループの
国広ひなた？聞いたことないわね。今まで社交界でも会ったことがないはずよ。その子がどうかしたの？でもそうでしょうね。一般の学園に通ってた子が突然編入なんてしたら。え？あ、ちょっと待って、それって大丈夫なの？それならいいんだけれど、どうしてそんな子が突然編入してきたのかしら。藤島さん、そろそろ授業を始めますよ。あ、千秋、元重グループの国広って知ってる？国広様ですか？いえ、そのような方は。そういえば、記憶違いでなければ、元重グループ代表、元重助弘様のご令嬢の嫁ぎ先が国広だったような。え？でも、そんな名前聞いたことがないわよ。はい。国広という方は一般の方で、結婚に対し、元重助弘様は強く反対されたそうです。そのため、駆け落ち同然で結婚され、関係は断たれたそうです。あかり様がご存じないのも当然かと。確か、結婚のきっかけは妊娠だと聞いております。なるほど。でも、どうして今さら六六学院に？仲直りでもしたのかしら？ん？どういう意味でしょうか？なるほど。怪しまれているのですか。それはいけませんね。勝手に自爆しただけでしょ。そうですか。これは、一度基本に立ち戻って、教え直す必要があるかもしれませんね。それは、まだ気づかれてないということですよね。藤島さん、あなたがすべきことは？すべきことは？声が小さい。身代わりの務めとは？つまり、バレてからでは遅い。ということですね。何か言いたいことはありますか？結構。では参りましょう。まあ、その、頑張って。同情はしてるから。用事はないです。ただ先輩が寂しがってるかなーって思って。先輩は本当にデリカシーが足りないです。そこは女の子を気遣って寂しいって言うところなのに。さあさあ、そういう方、やればできる子じゃないですか。先輩ならいいか。でも
ちであんまり言いふらさないでくださいよ。実は僕のお父さんとお母さん、親の反対を押し切って結婚したらしいんです。僕も再建したんですけど、その親、僕のおじいちゃんがですね、実は会社のお偉いさんらしくて、お父さんってば、なんとそんなおじいちゃんの会社で今まで働いてたんです。はい、なんでもいつか許しをもらうためにおじいちゃんのそばで努力し続けるんだって。でも努力が認められたのか、最近になっておじいちゃんと和解して、そこら辺が理由で僕も。はい、何ですか？もちろん大丈夫に決まってるじゃないですか。変なこと言わないでくださいよ、もう。にゃえば、今日はなんだか朝から悩んでいるご様子でしたね。ぼーっとしたまま朝食の片付けもしていましたし。そうなの？それで相談って？それはもしかしてお仕事を辞めたいということですか？だね。どうしたんですか？そんなことを言い出したなんて。もしかして昨日言ってた子？昨日言ってた子？編入ですか？それはまた珍しい。何とかしてあげたいっていう気持ちはわかるんだけれど、そんな目で見ないでよ。とにかくもう少し様子を見ましょう。あまりにもっていう時にはまた考えるから。なんだ、どうした金本？そうだけど、それがどうかしたか？なんだ突然。そうだな、会わなかったな。ついでに、いや、そのせいでいじめられたりしたもんだ。まあな、ガキの頃の話とはいえ、さすがに俺もやんちゃだったからな。子供の買い物で万札やクレジットカードを使ったり、お菓子なんてデパートで買うだろう、常識的に考えて、なんて言ったら金持ちのガキってバカにされてな。なあ、とん勘違いすんなよ。別に俺はそのいじめから逃げてこの学院に来たわけじゃないぜ。お嬢が俺を助けてくれたのさ。いじめの現場を見たお嬢が怒って相手を叱りつけてくれたな。それ以来俺はいじめられることはなくなった。お嬢の正義感に助けられたのさ。同時に俺も怒られたけどな。人を見下すようなことは良くない。
男らしくないってな。わかるだろう。このエピソードを聞いてお嬢の素敵さが。あの時のお嬢は忘れられないぐらいか。あの頃の俺は気弱で泣き虫で男らしくなかった。それもいじめられた理由だったんだろうな。だからお嬢を見習って男らしくなろうと思った。そして今の俺があるわけだ。あ、まあ成長するに従っていろいろあるもんだ。ああ、それはいいとして、なんでそんなことを突然聞くんだ。ああ、なるほど。でも別にこの学院の連中は誰かをいじめたりしねえだろう。本人が萎縮してるだけで、話しかけりゃなんとかなるもんだ。最近はお嬢だって周りと普通に喋れるようになってるからな。感謝してるぜ、お前のこと。今後何か困ったことがあったら何でも力になってやるからな。ま、今回も単純なことで解決するんじゃないか。また姉さんに相談してみたらどうだ。太鼓だな。そういえば体の調子がいいなら金本も参加したらどうだ。戻るか。この痴漢、女の子の着替えを覗くなんざ最低じゃ、男のすることやない。せやこの最低男、反省…せ…
って？え？あれ？なんで金本くん？すまない。その、痴漢と間違えて蹴ってしまうだなんて。私という奴は恩人になんてことを。この詫びはきっちりさせてもらう。私にできることなら何でも言ってくれ。でも、あんなところで着替えてた僕も悪いし。本当にすまない。こんなのでは、友達なんて言えない。せっかくできたのに、友達ができたと思っていたのに。本当か？そうか。よかった。いや、よくはないな。罪もない人を蹴っておいて。本当に、すまない。僕のせいで、お二人まで変な感じにしてしまって、ごめんなさい。ところで、これって覗き事件？いや、痴漢じゃねえのか。でも別に、直接肌に触ったわけじゃないんでしょ？けどよ、堂々と扉から入って、正面から見たんだろ？だったら覗きとは違うだろう。まやっち、これってどっち？覗きは接しで、他人が隠しているものを盗み見る行為だから、今回のとは違うと思う。痴漢は相手の意に反して猥褻な行為をする人のことだから、どちらかで言うなら、痴漢？ほれ見ろ！さすがお嬢！刑法にだって詳しいぜ！すまない金本くん！また私はバカなことを。それから小鉄、余計なこと言わない！すいません、お嬢。痴漢じゃないですよ。今回のは事故なんだし、僕が不用意だったから。そうだね、見ちゃったんだね。そんな顔が赤くなるようなところまで見たの？一体どこまで脱いでたの？違うよ、別に普通だよ。見られたのは下着ぐらいだもん。変なとこなんて見られてないもん。そうなの？それなら今時下着ぐらいでそんなに顔を赤くしなくても。それはともかく、なんで教室なんかで着替えてたの？もしかして更衣室を知らなかったのか？そんなことない。ちゃんと知ってるけど。だったらなんで教室なんかで着替えてんだよ。それは、だって、その、恥ずかしいから。着替えを誰かに見られることがか？だから、それはその、ああ、ちょっと待った。男どもはしばらく退散。なんだそりゃ。だからさ、男がいたら話しにくいってこともあるしょ？なんだ？
一体どういうことだ？おい、一体何なんだよ。ああ、そういうことか。あ、なんだよ。藤島さん。あ、どうした？なんかよくわからないけど、お前も苦労してそうだな。そんなに不安に思わなくても、お嬢も先生には報告してないから大丈夫だと思うぞ。相手が金本だったし、国広の方も事故って言ったからな。はっきりとした噂が広まることはないだろう。この学院のお嬢様たちは暇を持て余し気味で、噂話が大好きな子が多いからな。けどこれ以上の騒ぎにならなきゃ別に大丈夫だろう。ね、結局何だったんだよ。だからそれは男の子には言えないような、なんか下着が子供っぽいから見られるのが嫌だったんだって。なんで言おうかな、なんで言おうかな、言わないでって頼んだのに。ごめんってば。でもこれ以上言いふらしたりしないから。シュリ君は実際蹴られたわけなんだから、それぐらいの知る権利はあるかなって思ったから。それは。そんなこと気にして一人教室で着替えてたのか。だって僕オペラなんて知らないし、グリエとかポワレとか何のことかわからないし、世界が違うなって、きっと下着も違っててバカにされちゃうって思ったら。でも君、元重グループの関係者なんでしょ？今はそうだけど、ついこないだまではそんなこと知らなくて、親からも聞いたことなかったし。まさかおじいちゃんがそんな大きな会社の代表だったなんて。そうなんだ。気にしすぎだと思うけどな。でも、まあファッションを気にする気持ちはわかるけど。ああ、そうだ、今度国広さんの下着を見立ててあげる。ついでにプレゼントもするよ。え、下着のプレゼント？ああ、そういうことか。びっくりした。いずれは私もデザイナーとしてデビューしたいと思ってるんだよね。ちゃんと勉強もしてるんだよ。下着だけじゃなくアクセとかも持ち込みでお店に売ってもらったりとか。私のことはともかく、そういうわけだから別に気にしないでいいよ。でもプレゼントなんて悪いから理由もないし。